始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルマ工場のアンドゥです。今回もエモすぎなキス、前回の追加から遊んでいきたいと思います。それではステージ 8-1、 今すぐ女の血が欲しい、私と食事でもどうですか。おめえもらえやかいやー、そうだったね。懐かしいね、このゲーム。そんな感じでしたね。いや、まずは紳士的なヴァンパイアになりたいと思います。私とお食事でもどうですか。はいはいはい。ちょっといきなりレディに対してそれは失礼だもん。その反応悪くないな、だって早くない？もうだって、もう血を吸おうとしてるじゃん。私とお食事にとか言ってるけど早いって。お前怯えた表情がより血をうまくする。あ、なるほどね。わざとキスマークつけたことその美しい首筋を赤く染めてやろう。いや、ちょっと見てみたい。キスマークつけたことあるって気になるもん。ちょっと聞いてみようぜ。好奇心に抗えないから、人間って。ヴァンパイアだけどつって、鼻ちょうちんの術。なるほどね。ヴァンパイアに襲われたらこうすればいいと。なるほど、参考になるわ。その美しい首筋を赤く染めてやろう。これでいきたいと思います。え、もうだって血吸っちゃってるよ。たまらん、極上の生き血だ。え、どうなるの？だってこっからエモすぎなキスになることある？物耐えられない。だってボクチンのおちんを私の目を見るのだ。か、ボクチンの何、ボクチンのおちん方面を見るのだって。めっちゃ気になるんだけどいやー、ごめんなさいね。間違いだって分かってるんでしょ、みんなは。でも俺も分かってるよ。でも見たいじゃん、こんなこと言うヴァンパイア、もしいるのなら見てみたいじゃないですか。血が足りなくなったら寝て体力を回復させるの術この女の人も強すぎない？さすがにメンタリストじゃん。じゃあ私の目を見るのだ、いきます。その眼差し、これが欲しかった。さあ来ました、最終段階。お前を丸ごと飲み干したい。さあ目を閉じなさい。うんちゅちゅのちゅさあ、うんちゅちゅのちゅ対策の術は一体何なのか、いきますなえてるわじゃあさあ目を閉じなさい。これでいきたいと思います。さあ、ヴァンパイアと恋に落ちるのか。このまま骨の髄まで愛してやろう。いや、なんかかっこいいのかもしれないな、これちょっと。なんかちょっとグロいけどいいな。さあ来ました。9-1。彼女のスマホ繋がらない。どこからかけてるの？もう言いませんよ。もうさすがにそんなね、そんなどしもねって俺は皆さんに見せられない。電話ボックス。あ、いた。あ、いい感じじゃないですか、いきなりね。電話ボックスなんて初めて。お邪魔しまーす。そんなどしもネタをね、俺は皆さんに見せられないから、本当に。アマちゃんですよ。おかえり、なんちゃって。あら、やった、いい感じでね。もうこういうのが俺は見たいのよ。ガラス張りの密室化。自然となすりつけちゃうね。いや、この下ネタは皆さんに見せられるわ、さすがに。これはちょっと気になっちゃうもんね。今までのは、なんかもう、もう直球の真ん中ストレートだったけど、これちょっとカーブかけてきたから、ちょっと見ないとダメだ。カーブは見よう。黒ずくめの組織じゃん、もう見てじゃあドキドキするね、行きたいと思います。さあ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 、あ、外から見えちゃうよ。おっと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 、今なら誰も見ていない。目を閉じて後ろ向いてケツ出せよいや、あれ、これ9の5割でしたよね。じゃ、目を閉じてで、ね、さあ、あ、やべえ、チューしちゃった。早い、ちょっと待って、間違いみたい。さあ、戻ってきました。後ろ向いて、ケツ出せよ。行きたいと思います。さあ、間違いパターンはどうなのか気になるよね。覚醒の兆し、スーパーサイヤ人ブロリー爆誕。なるほどね。ブロリーってこういうことだったのか。うわ、裏のブロリーを知りました。ありがとうございます。来ました。ステージ 10-1。謎の部屋に閉じ込められた。え、もう、だって書いてあるじゃん。キスしないと出られない部屋だって。いやー、気まずいよね。キスしないと出られない部屋か。え、これはどっちも別になんか怪しくなくない？いや、
とりあえずこれに触れてみる。違うの？書いてあること読んだだけじゃん。音読しただけじゃん。いちいち言うな、気持ち悪い。確かにキモいわ。初対面ならキモいわ。いや気まずいよね。はい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 。そうだよね。無理だよね。いやちょっと見て、もうお互いオッケーなんじゃないの？正直。ユーユー。どうするべき？ソフトかな？ディープから。キモいって。俺は構わないけど。俺は構わないけど、ちょっとなんかこっちはいいですよみたいな。こっちはオッケーだけど、あなたはどうしますかみたいなね、オーラを出したいと思います。目閉じててよ。あら、いい感じ、なおさら。まさかの相手から来るみたいだ。やべえ、これめっちゃ興奮する。これでいくわ。やべえ、俺めっちゃ興奮するんだよっていう、もう、自分のね、気持ちを、もうここで愚直に伝えますから。そんな吐かなくたっていいじゃん。さあ、じゃあ、俺、どうしたらいい？さあ、これでいきますよ。そのまま動かないでいてください。あらやだ、これ出た後ね、この後ちょっと神でもどうですかみたいな、あらそんな雰囲気漂わせて相手に身を委ねよう。あー来たな、ひろたまストレートだな。これはもうストレートすぎて見るしかないよね、さすがに。もう読みたくもないわ。さあ、まあ、間違ってるの分かってましたよ。だって、いや、いけるぞ、どうだ、なんだ今すごかったぞ。フィニッシュ。じゃあお願いします、これでいきましょう。さあ、これでドア開いてんのかな、ちゃんと。あ、その後むちゃくちゃキスしてたら5分後に開きました。開くの遅いです。むちゃくちゃキスしてたらって何。あ、なんかいいな、でも、いや、いいのかな、よくわかんないけど。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。